県内で夢を追いかける若きアスリートたちを応援する番組、ダイヤの原石よ、いざ明日へと羽ばたけ、君こそアスリート。福島のランナー特集第4弾をお届けします。福島のランナー特集第4弾は 400m ハードル山内博夢選手。この春から陸上の名門校早稲田大学で新たな競技生活をスタートさせます。 400m ハードルは、ただ 400m 走るだけでなくハードルもあるので、そのハードルでレース展開が変わってきて、前半200が多少出遅れても後半の 200m、100m で周りの選手を抜くこともできるので、逆転があるところがすごくやってて楽しいと思います。山内選手を指導してきたのは父であり監督の純一さんです。家の中でハードルの技術指導もしたことありますし、走りの指導をしたこともありますし、24時間陸上競技ですかね。高校最後のインターハイは粘りの走りで準優勝をつかみ取りました。父親の記録を超えることが目標だったので、インターハイでその記録を超えることができて嬉しいです。強さの秘密は雪上走です。膝の上ぐらいまで雪が積もってる状態の時にいつもやるんですけども、往復で3セットから4セットですね。雪上走はもも上げてしっかり基本の走りをしないと前に進まないので、すごいきついです。努力をしてきたことは間違いないと思いますが、少しでも上手に飛びたいと、向上心はおそらく人一倍あるんじゃないかなと思いますけども。冬場の厳しいトレーニングが山内選手の底力を養います。まずは2020年の東京オリンピックがやっぱり僕たちの世代の目標になってくるので、そこを目指しつつ国際大会で日本代表としてずっと走っていけるように頑張りたいと思います。